皆さんこんにちは、川淵三郎です。今年は世界ハンセン病の日というイベントが始まって10年目だというふうに聞いてます。それに対してコメントをしてほしいと言われたんですが、実はハンセン病についてあまり知らない、どうしたものかなと思っていたところ、高円宮記念日韓交流基金というようなところで、表彰式があって、その場でジョンさんという有名なバイオリストが、宿命という曲を弾いたんですね。その宿命という曲は松本清張の空の器が映画化された時の主題歌だったんですよ。で、この、空の器はハンセン病のお父さんに連れられて放浪していた子供が成長して有名な音楽家になったんだけども、その執事をそう知られることを、嫌って、親しく、小さい時に面倒見ていただいた、警察官が田舎から訪ねてきたんだけど、自分の生まれ育ちを、知られるっていうのはやっぱりハンセン病に対する偏見がすごくあったから、そのお巡りさんを殺してしまうっていうのがこの砂の器のストーリーなんですね。で、こういうふうなハンセン病のコメントを欲しいと言われて直後にこの話が出たっていうことに対して、僕としてはびっくりして、ハンセン病を知ろう、考えよう、差別をなくそうということのまず第一歩が始まったなというふうに感じています。そしてその後すぐテレビでですね、ずいぶん昔やった中台達也が刑事役で、そして犯人役が田村貴寛っていうのをまたテレビでやったんですよ。で、こんな話をしてたら作曲家の三枝茂明さんが、昔ハンセン病の作家相手北条民雄さんっていう人が、命の初夜という本を、素晴らしい本を書いてるよって言われて、それは読んでないんですけども、砂の器は買って読みました。だからそういった意味で僕はハンセン病を知ろう、考えよう、差別をなくそう、というふうなことをようやく僕自身がやり始めたということです。ということで、Think Now ハンセン病。